いよいよ試合開始です。センタリング、ふわっと上げる、キラーパスになるのか、オフサイドの網にはかからない、中へ上げた、ヘッドパス、いいパスが出た、スローインです。これは危険だ、華麗なパスは勇気あるプレーです。ヘディング、これはゴールキック、おっと奪った、中へ放り込む、体を入れてきます、シュート、さあもう一度見てみましょう。キラーパスになるのか、決めることができない、ここからゴールを攻める、ハーポストを狙った、よくしのいだ、キーパーの頭越し、攻撃の手を全く緩めません。さあもう一度見てみましょう。トリッキーなプレー。
ここで折り返す。走り込んできた。スペースができている。ここで笛です。前半終了。前半戦までの途中経過をお伝えします。得点は2対0。さあ中西さん、ここまでの試合どうご覧になっていますか？そうですね、最終ラインにもっと気を配ってほしいですね。はい、どうもありがとうございました。それではこの後の試合をお楽しみください。後半開始の笛です。果敢にスライディング、出た。中へ上げる。これはゴールキック。いいパスが出た。折り返した。マイナス方向へのパス。走り込んできた。ゴール！マーベラス！スーパー！ビューティフォーゴール！素晴らしいゴールです。得点は3対0。さあもう一度見てみましょう。蹴り込んだ。カーポストを狙った。ハイボールを競り合う。オフサイドにはならなかった。カーポスト、ハイボールを競り合う。出た。ハイボールを競り合う。ディフェンダーも必死です。守り切った。抜かれた。ファーサイド、空中戦。後半20分経過。折り返す。オフサイドフラッグが上がる。スーパーセーブ。リザーブの選手が体を動かしています。ファーサイドに上げた。
取り損ねた。ドリブルという自己主張、ピッチという名のカンバスに連綿と描いていく。アンビリバボールゴール、スーパーゴール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 、ミラクルゴール。得点は3対1。さあもう一度見てみましょう。ここで折り返す。これはコーナーキック。シュート、大きく前方にクリア。すでに試合時間は85分が経過しています。これはオフサイド。いや、タイミングはいいですよ。さあどちらのボールになるのか。これは気をつけないと。これはゴールキック。コーナーキックを得ました。多彩な攻撃を見せてくれるか。シュート、ここで試合終了の笛が鳴りました。粘り勝ちです。さて中西さん、試合を振り返っていかがでしたか。実に素晴らしい試合だと思います。なるほど、どうもありがとうございます。そろそろお別れの時間がやってまいりました。実況は私ジョン・カビラがお届けいたしました。解説は中西哲夫さんを迎えてお送りしました。中西さん、ありがとうございました。どうもありがとうございました。それではフットボールファンの皆さん、またお会いしましょう。さようなら。